早く飲みたい。この後ですか？この後も収録できないかもしれないですけど。あ、うん、美味しい。難しい。こうだな、じゃあいけるんじゃないかなと思います。東武チャンネル、東武チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、岡田さやかです。今日もですね、川越レトロトリップ切符を使ってこちら川越に来ています。ここですね、複合施設になってまして、はい、うん、お酒の利き酒とか、ね、お酒があって、あ、ね、隣にね、レストランもあってね、あのお食事どころがあって、うんうん、目の前こっち側なんですけど、お土産屋さんもある。おお、じゃあここでだいぶ楽しめちゃうって感じですね。そうなんですよ、うん、便利。まずは、はい、利き酒を。おお、お酒って得意ですか？得意です、好きです。飲ませてください。早く飲みたい。本当ですか？はい、もう今日はですね、好きなだけ飲んでいいというお達しが出てますので。おっと、大丈夫ですか？この後も収録できないかもしれないですけど。そうですね、まだ午前ちょっと回ったぐらいなので、はい、良きで飲んでいきます。わかりました、はい、いい感じに飲んでいきます。はい、東武チャンネル、こんにちは。すごい、あ、ここって日本酒だけではなく他のお酒もありそうですね。はい、埼玉県のお酒を取り扱っております。あ、なるほど、はい、おお、じゃあ埼玉のいろんなお酒はここで一気に飲めちゃうって感じなんですね。はい、いただける設定になってます。ああ、ここではですね、はい、まずは飲み比べ、飲み比べ書いてある、はい、飲み比べマシン、マシンなんです。何ですか、そんな素晴らしいマシンは。そうなんですよ。埼玉県は実は日本酒が生産量が第4位に全国で、あ、4位、はい、32キロのお、なるほど。じゃあ早速やっちゃいましょうか。やっちゃいましょうか。東武チャンネル。じゃあこの1000円分を飲んでいきましょうか。岡田さんは、はい、日本酒ってよく飲まれるんですか？たまにですね、そういうなんかお寿司屋さんとか、あの和食の時にあのいただく感じですね。なるほど。日本酒って種類が多すぎて、まだ自分のなんだろう、好みを見つけられていないっていうところもあるので、まあいろいろ試飲したいですね。なるほど。じゃあ、はい、あれですね、せっかくいっぱいあるから、うん、すごく辛口とかすごく甘口とか上振れ下振れしたようなものの方がいいかもしれないですね。そうですね。じゃあ どれかなんか特徴的なものだとかあったりしますか？一番辛いのがプラス8という天南山。あ、じゃあ早速大辛口からいきますか。はい、お、来ました。ちょっとね、澄み切ってないような。ではいただきます。あ、飲みやすい、辛口なのに。うん、甘みとかはほのかに香ってくる程度で、ほんとキリッとした感じのお酒ですね。あ、飲みやすいわこれ。ちなみにめっちゃ甘口とかだとどうなりますか？すごい甘口だと、こちらのアロスさんが、アロス、はい、フォーミーですね。これちょっと面白くないですか？白ワインコンボ、はい、これは女性がすごく飲み応えがあって美味しい。お、アロス、名前もね、日本酒っぽくないっていうか。いただきます。白ワインのような味。本当に白ワインみたい。すごい、飲みやすい。うん、なんかもう、うん、あ、絶対美味しいです、それ。なんかもう日本酒っていうよりもちょっとアルコールが入ったブドウジュースぐらいの気持ち。でもあれですよね、もうお米で作ってるんですよね。そうなんですね。でもなんか、それだけなのにちょっとなんかね、フルーティーな感じがする。面白い。うん、あ、これかなり好きです。東武チャンネル、大吟醸はな、どれかおすすめとかあったりします？個人的に大吟醸は甘いのが私は好きなので、はい、こちらの星雲さんを押してます。この星雲さん、じゃあ行ってみましょうか。星雲大吟醸ですね。うん、うん、うん、甘みがあって、うん、あ、なんだろう、
でもそんなにしつこくないというか、うん、大吟醸って感じだわ、うん、あのなんだろう、ぎゅっと旨味がこう詰め込まれているようなお酒ですね。あっさりめの大吟醸ってあります？御瀬返りさんですね。埼玉県で唯一の御瀬通りさんの酒屋さんになって、結構パンチのあるお酒を作ってくれる。なるほど、はい、じゃあせっかくなので御瀬返りさんの御瀬返り純米大吟醸いただきます。あ、うん、美味しい、うん、うん、美味しい。これさっぱりしているけど、やっぱりあのギュッとねお米の美味しさが詰まっているような、甘みは失われず、でもすっきりしている感じがしますね。うん、美味しい。もう好みです。これ大吟醸の中ではかなり好みなものです。東武チャンネル、今ね、いろいろこう飲んでいただいて飲み比べしていただいたんですけど、うんうん、はい、なんとですね、ここ利き酒と言いまして、利き酒、そう、これはどのお酒でしょうと、おお、いうのが楽しい、ご用意してますんで、それをちょっとぜひ当ててもらうと。わかりました、やってみましょう。やってみましょう、やってみましょう、はい、ではこちらで試飲をしていただいてクイズに答えていただきます。楽しい、やったことない。こちらで A、B、C、D を貼っていただいてもよろしいですか。特徴って教えてもらえるんですか。はい、もしあれでしたらヒントは、ヒントね、はい、だってね何も知らないですから、はい、この子たちを。ちょっとじゃあまず A からいきますか。もうパッと大吟醸、これはパッと大吟醸、パッと大吟醸味が濃い。これ全然違うかもしれないから、これでちょっと一回置いてみていいですか。はい、A がパッと大吟醸ね、B、おー、あっさりめですね。あっさりめかつ甘すぎないって感じ。難しい、これは何とも言えない。ちょっと C いきます。おー、うん、かなりフルーティー、甘みがあるお味ですね。今フルーティーって言ったからこれなのかなってちょっと思ってしまいますけど、まだわかんないね。ちょっと D もいっちゃいましょう。あ、めちゃくちゃ甘い。ほう、これ全然違った。これめちゃくちゃ甘い。甘さで言うとこの順にどんどん甘くなっていく感じがしますね。へー、うん、どれが一番甘いですか、この中だったら。一番甘いのはこれだと思います。あ、じゃあ多分こうですね。こうだな。じゃあこれが一番あっさりしてますか。そうでもない。そうですね、これはちょっと独特な多分酸味が出てくる。酸味、はい、酸味って言われたら酸味だと思う。これにします。これが、岡田さんが選んだこの順番なのではないかというもので、はい、正直それぞれまだ飲んだことがなかったんだよ私。でもちょっとこうどれが一番甘いとか、まあ、大吟醸とかは分かりやすいかなって勝手に思っちゃってます。いけるんじゃないかなと思います。東武チャンネル、では答え合わせをよろしくお願いします。こちらですね、プレミアムになります。頼む、全然違うじゃない。いきなり違うじゃん。特徴どんなやつだったんですかね。こちらはどちらかというと最初フルーティーっておっしゃってた通りフルーティーなんですけど、だんだん後味がキリッとしてくる感じになりますね。こちら B の方の答え合わせをさせていただきます。 B ですね。 B がおー、当たってる、よかったよかった。酸味あったもんだって、うん、もう C で頼む、ほんと、うん、C で頼む、うん、おー、まあまあまあ、じゃあ1個テレコだったっていうことで、
こんなことあります ABC でそのまま並ぶっていうこと。確かにこれさちょっとさね、なかなか高度なテクニックでございます。確かに確かに、はい、ありがとうございます、はい、最後こちらが分かりの、ね、あなるほどまあでも旧大点じゃないですか。そうですね、いや、はい、当たってた方かなと思います、うん、ヒントもらいながらね、うん、ちゃんと答えられた、まあ、ちょっとね最初からもこれ大吟醸だと思っちゃったっていうのはあるけど、両方ね結構甘みもあるような感じではあったので、プレゼントを。何ですか？熊谷にある権田酒造の直座寝になります。嬉しい、このサイズ感、純米大吟醸です 50%。 すごい、嬉しい、ありがとうございます。多分帰ったら飲むと思います。ぜひ冷やして飲んでいただけたら。冷やして、分かりました。はい、ありがとうございます。嬉しい、いただきます。東武チャンネル、次はお食事を。はい、隣に来ましたね、まかないどころ大正蔵さんにやってまいりました。結構、まあ、メニュー今、はい、ちらっと見たんですけど、もう海鮮丼だったりとかそばだったりとか、結構何でもあるような感じですね、はいはい、うん、どうにします。なんかちょっと気になったのが、この1日限定10食しかないこの紅芋御膳、なんかあまりね見たことないですよね、お芋の御膳って。確かに、うん、なんか大体ねお肉だったりするんですけど、限定ですし、ちょっとこれを頼みたいと思います。これにしましょうか。はい、お願いします。はい、紅芋御膳来ました。すごい、ね、コロッケとなんか芋と芋がありますね、多分芋のコロッケでしょうね。では早速コロッケからいきますか。すごい、中は完全にお芋がたくさん入ってますね。では早速いただきます。サクサクでホクホク、紅芋だけど甘すぎないというか、ちゃんとご飯が進む感じの煮付けになってますね。なるほど、美味しい、なかなかないですよね、芋づくしの。確かに、ね、埼玉って芋が有名なんですかね。でしょうね、ね、こんなお芋御膳とかってありますし、1軒目のね金魚屋さんもね、お芋の、あ、そうだ、ね、そうだ、金魚焼きの中にもね、はい、お芋入ってましたもんね。入ってましたもんね、あ、そうだそうだ、この普通のお芋も、あ、いいですね、すごいさっぱり、ちょっとレモンが効いてて、お口直しにぴったりな感じです。このね、白えもすごいさっぱりしてて、夏にぴったりな感じがしまな、おいしい。東武チャンネル、はい、もう今日もね、お酒を飲んで美味しいご飯食べて、もうだいぶ満たされて、正直このまま寝たい気持ちはあります。もう本当にね、川越すごく楽しかったので、ぜひ皆さんも川越レトロトリップ切符を使ってここに来て遊んでみてください。ではまたねー。